やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どのレベルで走るか。あ、これできない。走ってるな。まだできない。ちゃんと走ってるわ。走ったら終わるの。あれ、高木じゃね？高木来た？高木？違うな。違うな。おい、急に大きい声出さないでよ。おい、俺は高木じゃないかなと思っただけなのに。あ、さあ、お前。おはす。今日はサッカーです。9時から、午後1時まで来ました。山本のサッカー会です。山本さん、いや、あと3時間あります。お兄さん、今からフルコートなんで。しましょしょ。今からフルコートなんで。マラソン終わりじゃないらしい。今日さ、今日ありがとうね。今日終わりじゃない。今からあるんで。まだあるって。運動しなくなるとダメだね。始まるんで。いやいや、本当にあのね、ムチムチやん。あのね、あのペナルティーエリアがガチで体育館ぐらいある。バカ広いよな。すごい。あっす。黄色。はい、お願いします。どっちもよかった。色は。うん。青。着れる？いけますよ。バカでしょ。マスカに着ないでくださいよ。一回俺これ行こうかな。俺一回これ行くわ。なんでお前やれよ。いやいや、お前ダセーぞ。お前やれ。俺はやるやるけど。ダセーよ。3時間あるから。3時間あんねん。ちっちぇーなこれ。いや、お前がでかいんだよ。お前がでかいんだよ。チキ浮いてんじゃねえか。やってねえかこれ。どうなってんだお前。はい、それでは主審の方仕切ってもらって普通にサッカーしまーす。はい、お願いしまーす。やばいです今日は。はい、じゃあ怪我のないように。はい、じゃあスタート。前まだいる、前まだいる。まださんいる。前やばいやばい。どんまい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 。前にいちゃまずいか。前にいていいよ、前にいていいよ。前にいちゃまずい。前にいていいよ。あれあれ、前前前前前前前。やばい。すごいわ。もうやばい。歩くの戦略だから。ギャップね。これ疲れてるんじゃない？これ切る。ハハハ。何それ？知らん。VCC。ティファの。へえ。じゃあ行きますよ。5分。よし。
まだすげえな。ワンアシスト、ワンゴール。ワンアシスト、ワンゴール。まだ、はい。俺もやりたい。黄色。やったー。あー、これスター。うわ、俺もこのカメラマン欲しいわ。こういう時絵がね、絵が。ちょ、リスナーで1万ぐらいで募集しようかな。高い高い高い。学生時代30分ハーフとか25分ハーフでやってたはずがね。20分少ないって言ってたもんね。うん、戻かないと死んだ。戻かないと死んだ。戻かさん、戻かもう無理や。戻かがもうダウンしたね。全て出し切ったね、彼は。あれじゃ高木が来てるらしいよな。あ、そう、うん、高木の若さにちょっと託そう。19はとことん走ってくれると思うよ。高木この間さ、恋のフェスに2人で行ったんよ、うん、呼ばれたし、うん、福岡まで行って、うん、見てたらなんか高木すごいずっと真顔でじーっとしてるから、いやでも面白くなかったなって言ったら、いや前の人のなんかエッチすぎてずっとパンパンだった。19歳だな。いいな。いいな。野外フェスだったらさ、結構エッチでもね、そこったのよ、うん、なんかその質問おじさん、うん、だからそれで変わるか。お前なんでそんなキャラッとしたの。なんか終わった。 あ、ボール片付けよろしく。次、すごく久々にチャイム聞いたわ。
まずいじゃん、遠いじゃん。まずいじゃん、遠いじゃん。寝室で寝てくるから。いや、マジで。もうでも配信者でフルコート無理やろ、これ。そうやな。今日までよくわかったな。よくわかった。え、何人ぐらい誘ったボドか。6人ぐらい。あ、全員わかんかったん。繁盛は、人間ドックの再検査で無理で。シンジは、サッカー NG で。いや、なんか、チンジは、下半身しか使わないから行かないって言ってた。下半身使わんスポーツほぼないやん。でも別にシンジにキーパーさせれん。あいつ野球ももう NG やろ。肩痛みたいなあれ前。あ、そうなの？近見と3人でさっき野球したもんね。あいつなんか、バッターボックスでスイングしたら肩痛めて。あれまだ引いてんの？あれ爆弾やってんの？まだ引退らしいぞ、あいつ。あれ引退なんだ。あれ引退式やってんだ。何それ。俺、スタさんのカメラっす。うわ、すげえ。よし、お願いします。さあ、2024年シーズン、スタンビーサッカーカップ第1回。本日もやってまいりました。黄色チーム代表、スタンビー。そして、青チームは誰が入るんだ？青チームは？青チーム代表、ケンキさんが、今ピッチにやってきました。さあ、試合が始まりました。黄色チームからのスタートです。さあ、右サイドが大きく空いている。そこにボールを出すが、ここは黄色チームカット。おっと、そこ後ろから取って、さあ、ここ1対1の勝負。黄色チームディフェンスが勝ちます。さあ、キープしてシュート。パンチのあるシュートでした。しかしここはキーパーが防いでいます。ボール握ったのは黄色チーム。さあ、パスをつないで、お、いいパス回しです。さあ、ここ前、さあ、ボールこぼれてまた黄色チーム前線にパスを出しますが、さあ、ケーキを探してケーキに出る。さあ、大外が空いていた。しかしここは黄色チーム、ナイスカット。さあ、中に、ケンキさんがいる。そこにボールが出る。押された。シュート打てるか。ボールキープ。そしてスタンビー、フリーでボールを受けた。スタンビーが勝負仕掛けた。ここは、スタンビーまだいける。クロス上げて、シュートチャンス。あー、惜しい。ナイスキーパー、バナナ。あーっと、惜しい。ここで試合終了。両者、決定機を作り出しましたが、惜しくもスコアレスドローです。いや、縦に速い、お互い縦に速い攻撃で素晴らしい、見応えのある試合でした。あ、これ、お返しします。はい。中学校までやってた。あと誰がうまいやろ。サッカー。いや、いないねん。神と。うまそう。なんか、神とユースまでやってたよ。そうなの？なんか、ガチやったよな、マジで。うん。ああ。V スポンやっかりでさ。V スポンオンリーやの？そんなことないと思うけど。VTuber って感じだと思ったけど。神とは、俺とエロ同人誌共有し合う仲やから。V の？ V のは見ないよ。俺、V の見れないんだよね。いや、それは見れないやろ。俺、無理って思って、この前、ガチの流れてきて無理やった、マジで。そんな配信中に言うなよ。俺も無理やわ、普通に。飲み屋で言え。知り合いのは無理すぎる、マジで。飲んでも失礼やし。V のやつあるんだ。全然すら知らなかった。V の、すごいのあるよ。すごいのある。すごい、まさにのやつがある、ね。俺なんかモコさんと、嘘だろ。見かけたことある。嘘だろ。あれめっちゃもろい。知らん？知らない。見たくもない。あ、そう。5番だから。いや、3番だね。ゴロね、もう端狙えば入る。何？感動できない。え？今何の話したの？いや、海が丸く見えるのは俺らの目が序盤だからじゃね。あ、じゃあ、まああれだ、地球平面説を提唱してるってこと今。地球あれは丸くないあれアメリカの陰謀です。フラットアーセンじゃん。この下はどうなってんだ。結構、いや、この下はゾウとカメがいるんだよね。でっかいカメか。そう、でっかいカメが、でっかいカメが支えてる。まあ、アメリカで現在でも200万人ぐらいらしいよ、フラットアーセン。あ、そうなの？じゃあ、結構いるらしい。とんでもないバカだ。やべえ。
でこうなってるってこと平面が。いや違う、平面がこう地球がポーンってなって、うん、あの滝があるんだよ。でその下が死の国で砂漠なの。何もないの。死の国は平面だ。でもさ、滝があっ て, ってなんかスピッチで。実はスピチャンネルに立ってる。実はただ一人の人間の脳の中の物質なんだよ。俺らがアリの観察キットみたいなのやるやん、夏休みで。あれと一緒で同じのやられてるかもしれない。地球観察キット、それは考えたらやるぞ。ルールとしてはキーパー全部やってもらいます。で、俺ボドカチームでマザーケンキチーム、スコアは普通の、PK の順でやっていくんで。はい、じゃあグー。はい、はい、どっち？ここ。行ったね、まだ。上から？本当に？いや、行けるよ。じゃ行くぞ。あれ、ゴールちっちゃく見えんな。行ってみる。もう行ってみる。よっしゃ。よしよしよし。よし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 。いやいや、ナイスだ、ナイスだ。頼む。オッケー。おじさんジェルマンやから。いいね。あ、足が。頼む赤。よし。マーガ。よし。よし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 。いい戦いになりそうだな。それはいい戦いになりそうだ。弾いてんのがむずいね。止めれるよ、あいつは。おい、ケンキさん頼む。はい、よし、コースいい、コースいいな。うまいってみんな。うまい。真ん中にしか飛ばんて。どうやったら上に飛ばせんねん。手塚さんみたいになってるって。よし、決めます。決めた。じゃあやばかった。やばいやばい。スタさんこれ外したら負けです。うわ、言うや。スタいや、マジ、スタミ外したら負け。スタ攻めた方がいいんじゃない。止めろよ、止めろよ。どっちか取れ。日本代表だったらもうめちゃくちゃ叩かれてるよ。終わり。お前の負けやね。分かるか？お前の負け。お前の負け。俺が決めなかったから。お前が外して、お前の負け。どんまい。いいです。あざした。本当に悔しそうだな。負けました。ふかしたー。キーパーありがとう。やったー。ありがとう。取れた。皆さん、今回のサッカーはこれで終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、おはようございます。はい、おはようございます。はい、というわけでお疲れ様でした。さようなら皆さん。じゃあね。お疲れ。また一緒にするよ。さようなら。